日本東京都墨田区あずま橋右が、朝日ビール本部ビルと隣接するオブジェが乗るのは、スーパードライホール。左の銀色のビルは、墨田区役所庁舎。手前の高架橋は、首都高速6号向島線で、右手があずま橋。朝日ビール本部ビルと墨田区役所の間には、東京スカイツリーが見える。あずま橋は、東京都墨田区の町名。現行行行政地名は、 東橋1丁目から東橋3丁目。郵便番号は130-0001。東京都墨田区の西部、本所地域内に位置する。墨田区役所の所在地である。北で、北十県川を挟んで対岸に向こう島、東で成平、南で、東駒型、西で墨田川を挟んで対岸に、台東区、花川戸及び、雷門と隣接する。畜北編を、 北実験川、道辺を大横川と接する。また、西辺を接する隅田川水上をもって、江東区台東区境をなす。区役所のある西側に、東橋1丁目、中央に、東橋2丁目、東側に、東橋3丁目が並ぶ。隅田川沿いに、本部ビルを構える、朝日ビールスーパードライホール上にある炎を、 イメージしたオブジェは、同社の象徴的なモニュメントであるだけでなく、隅田川の特徴的ランドスケープとして、存在感を示している。隅田区の東橋、東駒形、成平のあたりの地域は、かつては、中の里と呼ばれた旧、武蔵国の村であった。隣接する小梅とともに、北本所とも総称された。明治以降、東京府南葛飾郡中の高村、東京市本所区を経て、 現在の地名となった。現在でも、東駒型には中野号信用組合の本店があり、古い地名を残している。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。